はい、一応ね、モーターコントロールを85にまた 10% に、ね、上げました。でないとちょっとね、背面、一応背面もね、入れてほしいって言われてるんでね、背面もちょっと今テスト、しときます。一応ね、メインバッテリーの残量は 65% ですね。はい。うねうね終わって、GPS も、グリーンですね。はい。じゃあ行きましょうか。で、もし落ちたら危ないんで、左の草むらに持っていくか、今、上ちょっと人が向こうの方におるっちゃおるけど、ハの字の、はい、ガン。で、スロットル線。うん、果たしてね、回転数上がってますね。どうしよう。あっちの前で来た。前のちょっと道路、道のちょっと外れたとこ。じゃあ、ここでちょっと高度を上げての。10メーター以上からしか反応しないんでね。じゃあ、この辺、多分20メーターぐらい上がってると思うんで、ここで、インバーテッドスイッチを行きます。これで行くと向こう向きの鉄砲場だもんね。はい、行きます。おお、怖いですね。一応できました。はい、じゃあ戻します。音すごいね。はい。一応、まあ、いいみたいですね。はい。何回もしたくありませんので、一体しときます。あ、あと 3D モード、 3D モード、回転数どこまで上がるか。はい、最初ちょっと下がるんでね、ゼロピッチになるんで。あ、いいですね。回転数も、うん、あのまったり 3D 的な回転数だ。これいいですね。フリップできるかな。怖いな。多分まだこの方、あのフリップはしないんで、やめとこう。はい、今一応ね、 3D モードになってるんで、普通のヘリと同じ扱いになってます。ですね、ジャイロの向きも間違ってたらもう今頃落ちてるんでね、ちゃんとラダーの向きの設定も問題ないです。はい、GPS オン。勝手に止まりますね。じゃあ、このまま下ろします。回転数も本当いい感じよね。ただ、あと気になるのはね、トラッキングはね、私右だけちょっとずれてんな。左は送迎でもないんだけど、どうしようかな。一回ちょっと変わってみるか。ご飯食、飯食って、ちょっと半回転ぐらい、半回転かな、これ。あ、今なんか、トンボか。5ミリぐらいずってんだよな。下ろすときはね、もうね、モーターストップにね、ちょっとね、手をかけとって、で、まあ、じわっと下ろして、で、足がついたらね、切る感じ。そうしないとね、結構、押さえつけたりするんでね。まあ、一応 GPS はね、マイナスピッチはそう入ってないと思うんですけど、まあ、それなりには入ってるんでね。あと、風の強い日はね、こけやすいんでね、なるべく風の、弱い日、飛ばすときは、そういう感じですね。はい。多分もうバッテリーもね、40% ぐらい切ったかな。さっき65だったもんね。65かな。65か67か、そのぐらいだと思うんですけど。はい。もう残り、まあ、もうどんどん、今日は昼飯みんな食べなくて帰るの多いな。一応残量チェックしておきます。はい、
残量、38ですね。はい、まあ、ここまでですね、大体。以上。はい、抜いてから。はい、以上になります。はい、じゃあね、H1 ですね。これのね、トラッキング合わせをしていきたいと思います。一応一回ね、合わせたのにね、なんでずれたのか、ちょっと、理由が、いまいちよくわかんないんですけど、テープも剥いじゃってるんでね、多分右左ローターを逆につけたことはないはずなんですけど、とりあえず印の、ヘッドにね、印があるんでね、ちょっと翼端の方にテープ貼ります。まあこれでバランスはまあ多少崩れるんですけど、まあ影響的にはそんないでね、はい、いいかな。よいしょ。風は何メーターだろう、昨日とそげ変わらん。草もね、そこ揺れ、そんなにも揺れてないですよね。もうほんと2メーターぐらいなんですけど、3メーターは吹いてないな、これ。1メーターにしてはちょっと強いかなっていう感じなんですけどね。はい、じゃあスイッチをね、全部上に上げて、ノーマル、ストップ、ノーマルの 3D。 あとは全部、こっちはまあ死んでますんで関係ないんですけど、まあ、一応ね、まあ、基本のスイッチの位置っていうことでね。で、アンテナもね、こう横が強いんでね、まあこう持ちますよね。機体が、右の方にいた時、これじゃあね、ちょっと電波弱いんで、基本的には上に上げるか下にずらすんですけど、これは下にずれないタイプなんでね、上に上げる感じ。まあ、この状態で、まあ、飛ばせば、まあ一応360度電波的には、いいんですけど、真上、まあ、真上にはまず機体が来たらいけないんですけどね。まあ、その時ぐらいですけどね。こうやって伸ばすっていうのはね、先端、真正面にいるとき一番電波弱いんでね、気をつけた方がいいです。これはね、説明書に書いてますんでね、大抵の方は説明書を見ない、自分も含めてね、説明書は見ないタイプなんで、これを見るとね、あ、そうだったのっていうのがね、結構多いんですね。はい。じゃあいいかな。録画確認、はい、OK です。で、昨日もね、あったんですけど、この送信機にね、カメラをつけると、やっぱしね、固定がね、固定場所がちょっと細いんでね、ボトンと、カメラが落ちて、それにちょっとね、動揺してしまって、機体のね、操作の方もね、危なかったことがあったんでね、昨日。はい、じゃあちょっと、受信機電源をつなぎます。はい、で、うねうねが始まるんですけど、これは、はい、ちょっとこれのね、配線が短いような気がするんだよな。で、これね、後ろにね、引っ張られるとね、ここコネクタがね、抜けちゃうかもしれないんで、一応ね、バックしないように。ああ、でもあれか、ここにまたがすとね、まあこれアルミじゃないな、ステンかな。下手したらここでね、ショートするかもしれないからね、それもね、危険ちゃ危険なんだよな。ここ、テープ、こっちじゃなくて、こっちがいいよな。するんならこっち向きで引っ張れるように、こうした方が、向こうにはずれにくくなるんでね。で、これもね、これはマジックテープが上についてるからな。これ一回外したっけな。外してないとは思うよね、このベッドからは。外したかな、違うよな、外してないよね。これほんと配線、今向こうにありますよね。これがね、向こうにあるんで、距離的にもちょっとギリギリなんですよね。なので、本当は逆側に、マジックテープつけてぐるっと回してあげて、すると、まあ、少しこの3センチ、3、4センチ分ね、余裕が生まれるんでね、かといってこっちの分も同じようにマジックテープが向こうについてるんで、入れ替えても同じなんでね、まあ、その辺だけちょっと気をつけて、もらった方がいいかな。まあ、これ確かにね、抜けにくいっちゃ抜けにくいんですよ。
結構ねきつく締まってるんでね。で、あとまあ受信機電源がまた別にあるからね、一応ね、まあホバリングしてたらそのまま操作しながら下ろすことが可能なんで、まあまあ危険ちゃ危険だけど、そこまでもう濃厚になるほど危険っていうわけではないんですけどね。はい、まあこちらでね、うちの方でこれマジックテープ入れ替えるのも、まあ、そんなに苦じゃないから別に、しても問題ないんだけど、うん、はい、じゃあちょっと GPS に切り替えて、はい、グリーンになってますね。もう今のおしゃべりの間にね GPS 拾ってます。はい、で、まあ、後ろもねこうね引っ張りすぎずちょっとたるませる、ここもね、まあ、わざとねこうずらしているんですけど、ここもねちょっと余裕を持たせる感じでねやってます。であとねここを、まあ昨日撮ってると思うんですけどね、ここ電源挿すとこあるんですよ。あのこのバッテリーモニターですね、バッテリーがなくなったら自動でね変えてくるような設定なんですけど、なぜかねこうネットを見るとね、まあ、ネットっていうか、まあ、ネットもそうか、YouTube、まあ、基本的に YouTube でちょっと確認するんですけど、誰もねあのここのね、電源のこと喋ってないんですよね、なぜか。でも刺さってるんですよね、なぜか刺さってるけど、そこの、肝心な、動画がないです。はい、実際ねこの今、12セルありますよね、これがこれはね6セルまでしか対応してないんで、最初ねこの後ろの、ね、カプラーですね、変換カプラーがあったんでそこにねつけてやったんですよ。あのこの後ろのリポを監視、この後ろのリポだけを監視するために、ここにね、つけたんですけど、どうもねあのパソコンでモニタリングっていうか、まあモニターするとあのこの電源をつなぐまでは普通に6セルを監視してたんですけどね、これをつなぐとなぜかね、まあ、これ直流なので空流とかしないはずなんですけど、っていうか、まあ、普通ね、まあ、プラスマイナス通っていくんでね、ここだけを測るんならテスターでもおそらくね6セル分しか出ないと思うのに、このモニターではねあの12セル分のね、電圧が表示されました。なのでおかしいなと思って、あのこっちのねバランスコネクタ、バランスコネクタの方の、まあ隅ですね、プラスとマイナス隅隅をやって6セルで、確認したんですけど、それもね、これをつなぐまでは6セルなんですけど、これをつなぐと12セルの電圧が来てね、ちょっとわけわかんないんです。でしかもね、ここ、ここをね電源前つながないでここだけつないだ とね、ここのサーボがねなんかジージー言うんですよね。でまあメインをつなげば止まるんですけど、それもねなんか ここから出てる配線がいたずらしてる感じでね、うん、なので今はもう外してます。まあ多分ね、うん、どうだろう、6セル仕様の機体ならその辺が、うん、まあ 2個つながないんでね改善されるのかもしれないんですけど、うん、まあ、あのボルト設定できたかな、ちょっと 3.7 ボルトって表示しか見てなかったんでわかんないんですけどね、要は1セルが 3.7 ボルトになったらもう勝手に変えてくるような、まあ、設定になってます。はい、ただこれはモニターがここが刺さってないと返ってきませんのでね、まあ、もちろん背面とかねしてたら時は返ってきません。はい、じゃあいきますか。これねさっきからねそこのね草、すごくねこれ存在感あってね、気になります。はい、捨てときます。うん、来ないね。ほんじゃどうしようかな、風上に向けよう。風上に向けてトラッキング調整、ちょっと長引いたんですけど、いいかな、録画 OK です。じ
じゃあとりあえず、トラッキング確認のため、5メーター、最低5メーターは離れよう。あ、モーター回らないや。GPS でしょ。ハの字にして、グッと。はい。で、モーターラン。で、回り出したら、スロットルをちょっと上げていく。若干ハンティング点の。はい、GPS なんでね、ちょっと調整難しいな。ああ、昨日ほどずれてないな。なんでだろう。わかんないぐらい。これは、この前調整した時と同じぐらいだな。わかんないね。はい、じゃあちょっと、3D モード。ちょっと前、センターが 0PT になるんでね、ちょっと上に上げます。で、3D に切り替え、オン。はい、回転が上がるんでね、ばらければあれなんですけど、変わんないな。あ、いい感じですね。なんでだろう。この前、昨日か、昨日ばらけてたのにね。はい、GPS。はい、今 GPS なんでね、こんな感じでね、全然問題ないです、ね、今テールのハンティングもほぼ止まってるかな。うん、いい感じに止まってると思いますけど、まあ若干のはね、やっぱしなんだろう、まあベアリングの型とかスライドとかもね、オイル塗ってね、滑りよくしとかないとね、ハンティングの原因にもなりますんで、いいですね。ちょっと下ろす。うん、トラッキング微妙だけど、多分ね、これね、半回転ねじってもね、このぐらいはずれると思うんだよな。うん、すごいですね。今どちらかというと、どっちだろう、テープを貼ってる方が若干下なのか。はい、じゃあちょっとね、下ろすときにモーター止めます。すぐね、モーター止めれるようにね、スイッチのところに指持っておきますんでね。うん、今グリーンが点滅状態から停止に変わりました。まあモーターストップしてるんでね、基本的にはまあその点滅してる間にまたモーターランを押せばまた回り出すんですけど、うん、ここのラダーもね、まあサーボ、ラダーサーボからねリンケージ外して指でね、まあ押したりしてから、まあ、滑り具合は確認は一回したんですけど、まあ多少のね、気持ち、ほんの気持ちね、ちょっと粘り、まあ、スカスカっていうほどではなかったんですけど、まあね、まあ許容範囲かなと思って、まあそのままにしてます。うん。とりあえず、これも、もうモーターカートはないんだよね。メインローターが、下側だから、これがね、リンケージ1本しか触れないんだよな、ほんとな。なのでこいつ、テープの貼ってない方向を、下げるとすると絞る方向にあるんでね、半回転、半回転か、これ微妙な時はね、ここをね下斜めとかするんですけどね、これはね基本危険なんでね、あんまししたくはないんでね、はい、半回転絞ります。これをね、こっちもね、こんな感じにして、こっち、まあ水平ですよね。これもね、こうグッとね、するとね、微妙に斜めになるんですけどね、あんましね、しない方がいいですよ。はい、今、ちょっと下げました。はい、これで、どうだ。正バランス、同バランスは全く問題なくて、まあ、あとは機体のね、重心のバランスも、問題なかったと思うんですけど、うん、はい、ちょっと離れよう。